福川機関区の D614 国鉄 D61 軽蒸気機関車は日本国有鉄道の貨物用テンダー式蒸気機関車で国鉄の蒸気機関車としては最後の新形式である D51 型を改造して登場した1959年から1961年にかけて2年間で浜松工場と郡山工場で6両が改造された 改造後は、北海道のルモイ本線、ハボロ線で使用された。1950年代当時、平泉区の貨物列車は、大正時代に製造された9600型が、牽引をしていたが、老朽化が著しく、代替車の登場が望まれていた。一方、オッツ線規格の貨物用機関車は、戦時中の大量製造や、戦後の電化の進行などで、両数に、 やや余裕があった。このような状況に対処するため、1951年から1956年にかけて D50K78 両を平線規格の D60 型に改造したのに続き、1959年からは D51 系のうち状態の良い車両を軸重軽減改造し、平線規格の機関車に改造することになった。しかし、 当時、主車となるべき D51 型に余剰がほとんどなく、本形式への改造はわずか6両で中止された。その結果、本形式による置換へを目指した9600型が、国鉄蒸気機関車の最末期まで使用されることとなった。ルモイ市で保存されている D613D51 型からの改造なので、 同輪直径も D51 型と同じ 1400mm。車軸配置は従来の2から8から2の三角形から従輪を二軸とした2から8から4のバークシャー型とし、軸重を D51 系の14.63トンから13.76トンに軽減した。本形式では改造内容は後部時代車を二軸の LT254A に、 交換した程度で D60 型ほど多岐にわたる大掛かりな改造は実施されていない。その他、北海道での運用に備えて運転室を寒冷地用密閉式としたほか、使用線区のトンネルにつららが発生しやすかったため、全照灯の前に鉄製のつらら落としが設置された。海番消合表 D61 号のみ金車の関係上一体中高生の 台車を持つ8から20アンペア型テンダーを装備する。1959年に完成した D61-1 は、当時の中津川機関区に配置され、中央再生や関西本線で、各種試験が実施され、終了し、次第、当時のルモイ機関区に配置された。その後、D61-2 から6も順次落成し、ルモイ機関区へ配置され、主に、羽幌線で、石炭、 木材などの輸送に使用された。1970年のハボロ炭鉱閉山で、ハボロ線での運転列車の運行がなくなると、本線で D51 型との完全共通運用となるが、D61 型は二軸時代車の装備でキャブの同様が D51 型より少なく乗り心地は良かったものの、軸重を軽減した影響で D51 型に比べて、 同輪の空転が発生しやすく、特に陶器は軽減された。また、この頃から、蒸気機関車の用途廃止や動力近代化による、余剰車両の配置転換が進み、ルモイクでも D51 系の余剰が発生するようになった。このため、あえて扱いに神経を使う D61 型を使用する理由はなくなり、晩年は、深川機関区分の側線で、 D51 系の運行補充用として出番を待つ姿も多くなった。この後、検査切れ順に用途廃止されることになるが、最後まで外形には特に目立った変化もなく、蒸気機関車が全廃となった1975年までそのままの姿で使用された。最終廃車は1975年6月廃車の D61-4 だった。現在、d 十一三が ルモイ市内の三原市公園で生体保存されている。原損は同期のみで、その他の車両は廃車後解体された。D614 は当初保存を予定し保管されていたが、結局解体され、同輪のみ、苗木工場に保存されている。ありがとうございます。